ラジアータの愛禅剤続きからやっていきたいと思います。いやー、やうくね、今日もね動画投稿休みそうなところでしたけども、ちょっと遅れ気味で投稿させていただいております。はい、いやね、楽しみだよね、みんな。ラジアータ、俺も続き楽しみでしょうがなかったもん。うん、ということで今回はせっかくみんなで合流したのにまた分断されましたね。で、とりあえずシレネと会話するところで終わってますね。じゃあイベント見ていこうか。これ見たらいい？あ、いけた。じゃあ昔話でもしちゃおっかな。私、小田牧さんの事務所で人気ナンバーワンのモデルだったでしょ。ああ、そういえば雑誌あったね。シレネが表紙だった。2年前、あの女が来るまでは、アザミのことかな、これは。お前見たか？新しく入ってきたモデルの子。ああ、やっぱアザミか。アザミちゃんだっけ？小田牧さん、よくあんな美人を捕まえてきたよな。まあでもシレネちゃんにはかなわないっしょ。まあでもどっちも美人だよね。系統が違う可愛いだよね。お、アザミさん？まだ普通な頃のシレネ？女の子だからアザミ普通に絡んでくれんじゃない？挨拶がまだだったから、はじめまして。私はシレネ・アルメリアっていうの。よろしくね。はい。そっけねー。自分の名前名乗らない系。何あのそっけない態度。合わないタイプかも。なんか普通なんだけど、シレネが普通すぎて怖いんだけど。アザミちゃん、なんでモデルになろうとしたの？街で小田牧さんにスカウトされたみたいだけど。お金が欲しかったので。お金が、こりゃ大物になるね君。褒められてる。可愛いしスタイルいいし、仕事の方から降ってくるよ。シレネちゃんなんてあっさり追い越しちゃうんじゃないか。ああ、こういうこと言うんだから、もうナンバーワンなんてすぐだよ。あ、もう気にするよな、こういうの。あ、ほら、引きずってるじゃん、もう。誰だ？金髪の男性。シレネちゃん、悪いんだけど、次の表紙の仕事、君からアザミちゃんに変更になったんだ。うわー、仕事取られた。え、なぜですか？私が表紙になるって、数週間前から決まって。うん、ショックだろうけど、小田牧さんの意向だから許してね。あ、シレネなりに結構思うところはあるな、これは。わかりました。全然病んでない。メンヘラでもない。素直に受け止めている。それと、この仕事もなんだけど、仕事どんどん奪われてんじゃん、アザミに。あ、でもアザミもな、生きてくためにな、一生懸命だったからな。小さい頃から憧れたモデル。食事、体型、生活習慣、美容、全部努力して、やっとナンバーワンになったのに。あの女はたまたまスカウトされて、大した努力もしていないのに、あっさりモデルになって。まあでも、努力はしてるよ。生きるための努力はいっぱいしてきた。しまいにはお金が欲しいから。私にはこれしかないのに。あんな女、早くモデルなんてやめて。あ、お、ここでもしかして助けられたとか。あ、違った。いった、最悪、足ひねったかも。あ、ここで来たのか。なんかそんな気がする。うん、このタイミングだったら来そうな気がするよ、彼が。ちょっと待って、パソコンが反応しなくなったよ。ちょ待ち。あ、いた、いたかな。タイミングさ。え、考え事して階段から落ちるなんてありえないでしょ。汗びくるかな。え、こんな目に遭うのも全部あの女が。大丈夫ですか？絶対汗び。え？叩かれた？あの女が手を差し出してくるなんて情けのつもり。私が哀れに見えた？違うんだよな。手を払われたぐらいで驚いちゃって、その間抜け面、拝んでや。似てるだけ。余計なお世話だったでしょうか。え？男？え？男です。一応。いや、ごめんなさい。似ている女を知っていて。似ている女。もしかして、アザミのことでしょうか。俺、双子のアセビって言います。性格が真反対だからな。ああ、もうベンチに座って。てな感じでね、うちの母親は最低なの。私のお金で知らない男の人と遊びまくる汚い大人。それは確かに最低。実の子供を商売道具としか見ていない。体の弱かったお父さんのことだって。ごめんね、初対面で怪我まで治してもらったっていうのに愚痴ばっかりで。あなたの姉に対しての愚痴もあるけど、言っちゃう言っちゃう。大変な思いをしてたんだね。うちの父親もひどい人だったからわかるよ。俺の父親ね、例の事件の行方不明者なんだ。犯罪者が連れ去らわれるやつ。いなくなって悲しかった？ここだけの話、実はいなくなってよかったと思ってるんだ。
引いたかな。え、ううん、全然。あなたみたいな優しい人がそんなこと言うの意外で、聞けて嬉しい。何これ、すげえいい感じなんだけど、一体どうしたらこの二人の関係歪むの。ねえ、もしよかったら私とまた会ってくれる。恋してる。でもアセビに恋するってことはアザミが絶対邪魔しに来るよ。私友達とかいなくて、その話とかまた聞いてほしいなって。うん、いいよ、話ならいくらでも聞いてあげる。あ、連絡先の交換する。さらっと。いや、アセビすげえよ、もう天然のたらしだこれ。いいの、誘ったら私とお出かけとか。もちろん。うわーうわー、全然恋心ないくせにアセビ、それは最低なんじゃないのか。やった、嬉しい。じゃあ早速この日に。いや、恋してたのかなアセビ、どうなんだろう。ほんとただ友達っていうぐらいの関係でしか思ってないのかな。待ってくれてる。あ、いや、アザミか、こっちは多分アザミ待ってんだろうな。アセビくん、どうしてこんなところに。今日は約束の日じゃないけど、まさか私に会いに来て。違うんだな、これが。だよな。アセビ。やっぱり。ああ、やっと来た。急に呼び出すのやめてくれないかな。じゃあ断ればいいじゃん。断ったらアザミすねるじゃん。いつものカフェに行きたいんだっけ。仲良し。そうそう、新作の激辛パンケーキってやつが出たらしいの。早く行こう。本当に激辛好きなんだから。プリンにいっぱいかけたとか言ってたもんな。いや、気持ち焼いてる。あいつ、そんな態度を仕事場では一切見せないくせに、大嫌いな女と大好きな男性、二人の深い関係を見せつけられている気がして、いくら血のつがな、だらしゃまった方、血のつながった家族だからって、いくら双子だからって、こんなのあんまりじゃない。いや、まあ訳ありだからな、この二人は。まあ今のとこまだアザミにちょっとやきもち焼く可愛い女の子ぐらいな程度で済んでるよ。澄ました顔をして、私が好きなものをあの女は全部、ああ邪魔だなーって。だからあの日あいつを殺そうと思ったの。おーっと、これが事件当日か。あなたまでいなくなってしまったら私には何も残らない。だからアセビ君、あんな女のことなんか忘れて私とここで暮らそう。ここで暮らしてもいいことないよ。シレネの事情は分かったよ。だからといってアザミを殺そうとしたことは許せない。俺みたいな奴が何を言っているんだろうと思うかもしれないけど、これはエゴだ。アザミは俺にとって一番大切な人だから。かっこよすぎる。そっか。うん、いいの。私もエゴでこんなことしたんだから。え、だ？あ、なんか PC が様子がおかしい。だから、またやっても文句は言えないよね。何言ってるの、この人。は？暴君？あの子に頼らず、最初から自分の手でやればよかったんだ。今度こそ殺す。殺してやる。次はしくじらない。いや、それを殺したとして、お前、アセビ、シレネになびくと思ってるのか？どういう思考回路なの？アセビくん、また後でたくさん話そうね。何言ってるの？ちょ、止めろ。シレネ？やばい。とんでもないの解き放っちゃったんだけど。なんか置いてってる。何置いてったの？あ、ローラ？シレネが落としていったようだ。かけた宝石。何今回、なんかいっぱい、これあれじゃない、仲良し二人組じゃない。あれ、お兄さんいつの間にここに来たの。2階は飽きちゃった。僕が見た時は地下にいたよ。お兄さんも冒険好きだ。違う、それアザミ。無理やりここに連れてこられちゃって、元の場所に戻りたいんですけど。それなら私が連れてってあげるね。アング、お兄さんの頼みならいいよ。あ、ありがとうございます。この二人優しいな。もうすっかり解放されちゃって、もう喧嘩なんかなかったことになっている。お二人はこの屋敷から出たいと思ったことはないんですか？全然。リリー様に食べられてこんな姿になっちゃったのは悲しかったけど、アングさえいてくれるなら何でもいいの。僕もレカムがいてくれたら何でもいい。それに今だとかっこいい力も使えるしね。力とは？そうですか、野暮なことを聞いてしまいましたね。まあ、楽しんでるならば。はい、お兄さん、ここの扉から戻れるようにしたよ。いや、いい子たちすぎる。僕たちは別の場所で遊んでくるから、バイバイ。何この子たち、ほんといい子。てか早く合流しないと。まあ、アザミの方には、あ、いや、レナ、あ、いないんか。別個で行動しちゃったもんな。え、どうなんだろう。あの二人もここから脱出できるなら一緒にと思ったけれど、余計なお世話みたい。何？余計なお世話だったみたい。よし、行こう。いや、急げ。
いくらね、いるとは言ってもワンチャンアザミ一人の可能性あるからな。一緒だったらいいんだけど。あ、なんだ、え、本物。いや、怪しい。アセビいた、急にどっか行くのやめてくれない。あ、これはあれか、あの物置っぽいところからそのまま出てきた感じか。ごめん、なんかいろいろあって。本物だよな。あれ、こっちからも。あ、本物だよな、信じていいんだよな。おう、二人とも無事でよかったわい。いつ悲鳴が聞こえるかわからんくてハラハラしたもんじゃ。全然大したことなかった、残念。大したことなくていいんだよアザミ。何もねえならさっさと次行くぞ。おい、あっさり合流したな。え、なんか俺すげえ焦って部屋出たのに意外とあっさりだった。こっちはどうなった。あー、戻ってんね。やっぱ一応左の部屋も見ておく、意味ないかもだけど。あ、そっちはレナとあいつが見てくれたんだし行く必要ないんじゃない。リコリスだけあいつ呼ばわり、かわいそう。どこ行ったんでか、試練でどこ行った。お、探索か。服も物も高価なやつばっかだな。リリーが特別目にかけてるやつの部屋か。そうなの。アセビ知っとるかい、悪魔というのはそれぞれ魔力の供給源となる花を持っておっての。その花を他人にあげるという行為は悪魔にとってこの上ない贈り物とされておるよ。へえ、レナも悪魔のことかなり詳しいね。アザミ、シレネの部屋かな、特別大事にしてるって。どうなんだろう、なんかプレゼントいっぱいもらってるみたい。クマのぬいぐるみ。あ、なんだ、記憶が流れ込んできた。体が崩壊し始めるようになってから数ヶ月、私は魔界の医療技術じゃ手に負えないほど衰弱していた。リリコ、人間ちゃんを食べれば助かる。バカ言わないでちょうだい。私はリコリスなんかいなくても理想の世界を。リリーの記憶だよな今のは。一応花見てみる。不思議な力を感じる百合の花だ。よく見ると花瓶に文字が書かれている。 Dear Passy Flora。 これ持ってる宝石のやつじゃね。 Dear Passy Flora、 これ多分なんか順番じゃね。え、リリー様の誕生日。待てよ、アイテムになんかあるか。わかんない、多分どっかにあるんだろう。これはリリーさんと男の子の写真。この男の子を俺をリコリスさんの元へ導いた暴君と雰囲気が似ている気がする。仲が良かったのか。あ、てか誕生日聞くか。リコリス知ってんじゃね。リコリスさんの誕生日っていつですか。あ、9月20。ありがとうございます。リコリスさんが9月20なら双子のリリーさんも同じ誕生日だ。確かに0920でいいのかな。待て、じゃあちゃう0920。開いた、鍵の開く音がした。お、なんだこれって、切断された人間の手足。え、なんでそんなもん入ってんの、どういうこと。え、なになにちゃんが私のために誕生日プレゼントを用意してくれた。その子は私を信頼して愛してくれる素敵な子。でもその子のプレゼント、切断された腕だったの。私を治すために自ら切ったんですって。あ、そういうこと。とても美味しそうな血の匂い、今まで感じたことのない高揚感、最も衰弱していく私に理性なんて残っていなかった。食べたんか。それで気づいちゃったの。ああ、人間ちゃんはこんなに美味しかったんだって。こっから狂っちゃったのか。あの味が忘れられなくて、忘れられなくて。今思えば、あの子はきっと高ランクだったんだわ。あれだけ共存なんて歌っておきながらこのざま。私も所詮他の悪魔と同類だったのよ。いや、我慢したからこそその美味しさに気づいちゃったんだな、きっと。え、ボックスの中の手が宝石を握っている。パサパサ。え、何かこの辺異臭がするとは思ってたけど、原因ってそれ。なんか冷静だねみんな。あ、その宝石そういえば私も拾った。いらないしあげる。あ、なんかくれた。これで全部揃った感じかな。1IF ディアフローラパスパス。待って、順番なんだっけ。あ、ちゃ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 。ディアパシーフローラ、ディアパシーフローラ、ディアパシーフローラ。あれ、あ、来た。4つある欠けた宝石を順番通りにはめれば良さそう。ディアパシー
フローラ。意味は全然分かってないけど。あ、親愛なるパッシ、フローラへ。友達か。この宝石もリリーさんからのプレゼントだったのかな。ってことはあの手足はフローラのってことか。次に進もう。悲しすぎるんだが。何か言うことはなさそうだな。リリース、リクリコリス。リリースって言っちゃった。わ、怪しいぞ、この何もない部屋。この部屋が最後っぽいですね。じゃあ、あの黒いモヤモヤから脱出できるんかい？多分な。まあ、俺が調べてやるから待ってろ。その間休憩する。さすがに疲れた。あ、怖い。いきなりバーンとか来ない？大丈夫？そういえば何か日本語で読めない式があったんだよね。あんた読める？見して。読めた？うん、読めそう。アセビ優秀。さすが。今読んじゃう？ちょっとまた後にしよう。これなんかストーリーが進みそうな気がする。一旦セーブして、入れな。あまりにも普通じゃから、ここが異空間だってことを忘れそうになるの。確かに。お、きっかけ？レナのその、趣味のきっかけっていうのはあるの？おう、もちろんあるぞい。わしリリーの元にいたときは、ありえんくらい殺されたんじゃが、うん、辛い実験記録あったな。リコリスに拾われてからは、死ぬ機会なんてほとんどなくなっての。なんか刺激が足りない体になっちゃったんじゃよ。ド M 野郎になっちまった。どうせ死ぬことはないし、ほんの出来心でリンゴに毒を塗って食べたんじゃが。苦しいわ辛いわ血は吐くわ、すぐに後悔することになってのだろうな。じゃがその時苦しむわしを見つけたリコリス、慌てて駆け寄ってきたんじゃ。あ、それでリコリスさんが心配そうやな。そうじゃ、あの時のわしを心配する目が忘れられなくて忘れられなくて。気づいたら趣味になってたってこと？大正解じゃん。まあ、あの後のリコリスしばらく口を聞いてくれんかったわい。だろうね。その頃からあやつのストレス発散に殺されることが増えたが、何か地雷でも踏み抜いたかの。学術に踏み抜いてるよね。じゃから実験棟でお主が心配してくれた時、本当に嬉しかったんじゃよ。レナ。プロフィール更新した。そういう理由だったの。歪みすぎでしょ、性癖が。全部埋まった。過去リコリスに身を案じられたことがきっかけで今の趣味に至った。ド M すぎる。じゃあリコリスはなんかある？これ、ここから脱出するゲートで間違いなさそうだな。取引。ここを出たら、あとはリリーさんの元へ行くだけですよね。取引したからには、俺、最後まで頑張ります。てんてね。あー、あれ？やっぱり解消されてたり？あ、いや、ちげえ。あの時取引なんて大層なこと言ったが、俺はきっとリリーに会うための口実が欲しかったんだろうな。見返りはいらないと。いい人すぎる。お前を見てるとリリーと向き合えって言われてる気がするんだよ。あー、ムカつく。ん？それは同じ双子だからですか？いや、お前は他の人間と何かが違うんだよ。あの女もそうだな。なんつうか、近しいものを感じるっつうか。リコリスもなんだかんだリリーのこと大事にしてるからな。アザミとアズミもそうだし、お互いに大事にし合ってる。まあいい。お前なら俺の下僕にしてやらんこともね。いや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 、なんで下僕なんですか？友達でいいでしょ。王族に対して友達なんて態度でかすぎんだろ。へえ、魔界の王族って下僕に対して取引を持ちかけたりするんですね。王族なのに、こうしてやられたり、上げ足取りすんの。冗談です。プロフィール更新した。おお、どんどん奪っていく。あ、リコリス、これで全部埋まった？あ、埋まったね。汗びたアザミに対して何か親しいものを感じていた。いいね。まあ、仲良し双子だからな。ゲートについて。あ、はい。じゃあ、日本語の式ちょっと見ておこうか。読む。ん？ミリー様の体は膨大な魔力に耐えられておらず、徐々に崩壊し始めていることが判明した。原因はおそらく、リコリス様から奪った左目。左目を切り離してほしいと懇願しても、リリー様は堅くなに拒否をした。人間を食べれば多少は回復するが、多く取れる低ランクでは程度が知れている。呼んで食べてまた呼んで、こんなの悪循環だ。このままでは体は崩れ落ちて命を落としてしまう。一体どうすれば。あ、そっか、呼ぶために魔力使うから結局なんだよな。すでにランク付けされた人間の品質を上げることはできないのか。ランク A の人間を意図的に生み出せれば、リリー様の体だってきっと治すことができる。今までの人間の性別、体型、特徴、性格、すべてにおいて徹底的に調べ上げれば、共通点だってきっと見えてくるはずだ。こんな人間の尊厳を奪う行為なんて、本当は許されたことじゃない。
しかしそれ以上にリリー様には生きてほしい。リリー様のためなら、リリー様の命が助かるなら必ず見つけ出してみせる。まあこの人もリリーを大切にしているからこそ、まあ人として外れ、人っつうか、まあ、うん、悪魔か、悪魔として外れたことをしてしまったのかな。お、なんだ、お、急にスオーって書いてある。スオーか、読み方。今までやってきたことは間違っていたのだろうか。最近のリリー様は召喚の儀をほぼ毎日行っている。人間界へ干渉するための消費魔力はただでさえ計り知れないのに、あんなことを発見しなければ、自分という成功例がいなければ、自分のせいでリリー様は、え、レナじゃないのか、これはまた別の人。スオー、スオー、何それ。いや、スオーな、サインっぽいし多分人の名前だね。あんなことを発見しなければっていう部分が気になるけど、これ以上情報はなさそう。なんだろう、気になる。レナの実験が成功したとかそういう話。なんかレナも人間っぽい話だったもんね。まあ、とりあえずゲートについて調べた感じ、このゲートは通っても問題なさそうだ。これで本来の屋敷に戻れる。おお、やっとリリーの元に行けるんじゃな。長かったの。行けるのはいいんだけど、そもそもどうやって目を取り返すつもりなの。素直に事情を話しても返してくれるとは思えないんだけど。だろうな。まあその辺については作戦は考えてある。少々手荒にはなるがな。強引に取る気でしょ。リコリスさん、リリーさんを助けましょうね。ああ、いいお兄ちゃん。おすんなりと、おすんなり。ああ、目が、やっぱ目奪ったからこそだったんだね。二人とも夫愛だったのに。待って、なんか死体が落ちてる。シスちゃん、次は左手の薬指をくれる。もうグルメ、食べ方がグルメ。はい。あ、まだ生きてるんかい。気丈の女性。いや、もうやめて。あ、辛い。リリンに騙されてたからな。いや、美味しそうに食べてる。あは、見て、シスちゃん。この子の薬指、長年かけてついた指輪の跡、愛の結晶。綺麗、美味しそう。歪み切ってる。シスちゃんはお肉の処理がうまくて嬉しいわ。あと、すぐ死なないように処置をするのも。人間ちゃんはやっぱり生きたままじゃないとね。とんでもねえ。いやー、こんなに歪んじゃったの。リリー様の大事なお食事ですので、当然です。もしかしてスオーってシスなのかな？どうなんだろう。私、今とても昇進しているのよ。アザミちゃんに裏切られたんですもの。あの子となら仲良くなれると思ったのに。まあ騙していたのだから、当然といえば当然なのだけれど。さて、そろそろお腹もいっぱいね。デザートをくれるかしら。脳みそをつりす、いやー、マジか。脳みそをすりつぶしたものがいいわ。それデザートなの？なんか、後味最悪そう。かしこまりました。少しお時間をいただくので、リリー様は先にお部屋でお休みください。今日は魔力を使いすぎです。そうね、お願いするわ。残酷すぎる。なんだ？シスちゃん。ん？はい。あなただけは私を裏切らないでね。いやー、もうすでにっていうか、なんていうか。裏切りですか。何その暗い表情は。あ、うわ、マジかよ。めっちゃ綺麗に終わったし、シンメトリーコントラスト。ああ、 To be continued。 すんごい綺麗に終わった。こりゃまだまだあるね。てか、試練でのとこ全然解決せずに終わっちゃったわ。いやー、また気になるやつよ、これ。これ見れるのかな、なんか。あ、クレジットか。はい。じゃあ、ということで、ラジアータの愛禅剤。とりあえず、チャプター4は、ここまでとさせていただきます。もうね、面白い。続きが気になってしょうがない。なんか変わった？チャプターセレクトで、これなんか追加されてないんかな。3までのネタバレを含みます。3までか。じゃあ、特に変わらないかな？かな？変わらなそうだね。いやー、レナがなー、まさか元人間だったとはって感じだったね。で、レナにリリーが依存して殺しまくってたっていうのがまたね、最悪だよな。
でもレナの自殺の趣味がリコリスに心配された顔が忘れられなくてっていうのがちょっと理由可愛くてよかったね。とてもいいです。シレネもなんか普通の女の子だったね過去は途中でだんだんメンヘラヤンデレ化していっちゃったんだろうな。リリー怖かったね。美味しそうに指食べてたわ。ちょっとトラウマシーンだわ。シス脳みそすりつぶしてデザートにすんのかなどうなったろうね。やっぱこの双子の関係はやっぱいいね。尊いね。うん。最高でした。この二人なんか後々出てくんのかな。どうなんだろう。クロウェアとネモ。なんか微妙だよね。なんかもう空気溶かしてるけども。うん。あ、てか、アセビとアザミが下手したらリコリスとリリーの兄弟なんじゃないかっていう可能性もあるかな。目赤いしな。こっちも赤いからね。どうなるんでしょうか。はい。ということで、ラジアートの愛前菜、ここまでとさせていただきます。皆さんもね、なんかコメント残してくれたらとっても嬉しいです。感想とかね。いや、もしかしたらこの関係はこうなんじゃないかとか、みんなの予想を見れたらとっても嬉しいです。はい。それでは、シュアンでした。またね。